はい、皆さん、こんにちは。カメラ部 TV の大です。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、MTF について、簡単 MTF と題して、ビジュアルで簡単に感覚をつかんでもらうための説明です。で、レンズのカタログなんかに MTF のグラフなんかたくさん載ってますけども、結局、どうなったらどうなるの高ければいいんやろっていうような感じですよね。 だから30本、ミリ30本の90%ってどんな画像って言われても多分誰も答えられないと思います。メーカーの方も MTF のグラフ載しときゃええっていうもんじゃないですよね。その MTF のグラフによって画像がどうなるのかっていう説明もなしにこれだけ示されても何のこっちゃわからないですよね。ということで、その辺をわかるように今回は説明しますね。なので、フーリエ変換とか コルトマン補正とかいろいろあるんですけど、そういうものは一切抜きで話したいと思います。では、スタートです。まず、MTF 何の略かというとですね、Modulated Transfer Function、もしくは Modulation Transfer Function というものの略です。これがどういう意味かというと、伝達関数と呼ばれます。 この言葉だけ聞くと難しく考えるんですけども、簡単に言うと、被写体像をどれだけの割合撮影像にできるかっていうことですね。空間周波数別にその割合をコントラスト値で表したものなんです。もっと簡単に言うとですね、各周波数のこういう波がありますね。その波のてっぺんと谷の部分の差が、被写体像がこれぐらいの差であれば、 撮影後にこれぐらいの差になりましたというのを見ているだけなんですね。そのコントラストの差だけです。この図を見てもらったらめちゃめちゃ簡単だと思うんですけども、左側が被写体像の周波数の波です。で、右側が撮影後の被写体像の波になります。つまり、左側の絵の山のてっぺんと谷の底、ここの差と、 右側の被写体像、撮影後の被写体像の山のてっぺんと谷の底。これの差分ですよね。これが何パーセントになりましたかっていうだけの話なんです。なので、式で書くと、こうですね。差分ですから、これだけのことです。ただ、条件があって、この最初の被写体像の入力っていうのは、制限波、要はサイン波ですね。これでないとダメなんです。 そのサイン波に対して出力が同じようにサイン波で小さくなったっていうところの比を求めないと MTF にはならないですで。なぜ区形波じゃダメでサイン波なのかっていう話はちょっとややこしくなるのでやめますけども、区形波の場合はこれコルトマン補正をかけないと制限波の結果にならなくて MTF が導けなくなります。 それでは実際チャートを作って説明していきたいなと思います。通常ですね、MTF というと、チャートなりを撮影した画像から MTF を導き出すという手法をとりますね。この時にはいろんな計算をしないと当然導き出せないんですけども、先ほどの制限波からの劣化っていうのだけを考えると、特定の空間周波数のチャートを作るだけですから、 少々強引ですけども、比較的簡単に作れます。作り方ですが、区形波のまずチャートを作って、でそれをですね、ガンマぼかししますで。ガンマぼかしして、サイン波のチャートを作って、それを MTF1 と置いて、そこからさらにガンマぼかしをかけることによって、制限波の振幅が小さくなる。その振幅から MTF を求めます。 さらにその時のぼか資料を記録しておいて、そして実際の画像でどういう風にぼけるのかというのを示していきたいなと思います。カタログによくある空間周波数、低周波の時は10本パーミリが多いですね。ただ、高周波の時には30本パーミリであったり、40本パーミリであったりするので、今回10本ミリと30本ミリ、それと40本ミリの 縦横の、えー、チャートを作ってみました。で、MTF は、えー、制限波でないとダメということですんで、この絵をですね、ガンマぼかしして、綺麗なサイン波になるように、それぞれの空間周波数でボケ具合を変えた絵を作りました。それがこの絵です。そしてこの画像を元に、さらにガンマぼかしをしていって、そして各周波数の MTF がどれぐらい下がっていくかというのをグラフにしました。そしてこのグラフは10本、30本、40本、それぞれ MTF が1からスタートするように正規化してグラフを描いています。で、これがそれぞれの出力の MTF の結果になります。さてですね、このチャートがですね、実際の写真で言うとどれぐらいの大きさになるのかというところがピンとこないですよね。 なので、ここで、外枠がフルフレームの枠。そして、中央がマイクロフォーサーズの枠にしています。ちょうど半分なので、わかりやすいので、そうしました。その中に、真ん中にですね、ちょこっと見えてると思うのが、これが10本、30本、40本のチャートです。これをですね、普通の写真に貼り付けます。そして、わかりやすいように、バスタップの女性の写真にしました。この写真はですね、 フリー写真素材のパクタソさんの素材からお借りしました。この概要欄にですね、パクタソさんの URL、それから今回の写真の素材名も書いときましたので参考にしてください。で、このチャートの部分があまりにも小さいので全然わからないと思うので、よく議論される目の部分にこれをずっと移動させて拡大します。拡大した絵がこれになります。 この絵を見てもらえばよくわかると思うんですけども、この40本でも、まつげの1本1本より粗いんですね、実は。で、30本になると、さらに粗い。まあ、この本数で高解像がどうのこうのって議論していること自体がちょっとおかしいですよね。考えてみてください。40本パーミリのラインということは、エッジが80本あるわけですから、フルフレームの36ミリの幅。 この中にそのラインが2880本あるということですね。センサーの画素数で言うと、大体ですね、600万画素レベル。なので私が勤めている時には、こんな本数で評価してたってダメよと。なので100本、200本で評価するようにお願いしたことがあります。だからカタログに表記されているこの本数での評価が良いからといって、 高精細な移りするとは限らないですね。ただ、相対的にもちろんこの40本、30本が高ければ、さらに高周波も高い可能性が高いということです。それでは各チャートのですね、100%、95%、90%、80%、70%、この5種類のチャートを作りました。で、この時のボケ量というのを、えー、記録しています。 で、このチャートだけ見せても何のこっちゃわからないと思うので、ちょっと高精細な画像、これを元にどれぐらいのボケになるのかっていうことを示したいなと思います。高解像の写真ですけども、2種類用意しています。低周波の評価で、高周波の画像を持ってきてもボケボケになるだけなので、低周波の画像と高周波の画像、2種類用意しています。ですから、10本の評価は低周波の方でやります。30本と40本の方は、 高周波の方を使います。まず低周波の方の写真がこれになります。このままでは写真が大きすぎてわけわかんないので、先ほどのチャートの大きさの部分を抜き出した写真がこれになります。この写真に先ほど記憶したガンマのボケ、これを画素数に合わせて、ボケのサイズを変えて、ボケさせた写真を見せたいと思います。ミリ10本が95%に落ちた画像がこれです。 次がミリ10本が90%に落ちた画像がこれになります。続いてミリ10本が80%に落ちた画像がこれになります。続いてミリ10本が70%まで落ちた画像がこれになります。続いて高周波の方に行きますね。高周波の画像はこの原画像から一部切り取った写真、これで説明しますね。 では、ミリ30本95、95%まで落ちた時の画像がこれです。続いて、ミリ30本90、90%まで落ちた画像がこれになります。続いて、ミリ30本80、80%まで落ちるとこれになります。続いて、ミリ30本70、70%まで落ちるとこうなります。引き続いて、40本、ミリ40本の画像をお見せしますね。ミリ40本、 95%まで落ちるとこれになります。ミリ40本90%まで落ちるとこの画像になります。ミリ40本80%まで落ちるとこれですね。ミリ40本70%まで落ちるとこれになります。いかがですか落ち具合大体分かったんじゃないかなと思うんですね。これを見て気づいた方もおられると思うんですけども、 低周波の MTF が低いということは当然ボケ量が大きいんですね。でも高周波は改造してても低周波が低くなるとフレアっぽくなっちゃいますよね。なので低周波が改造できないレンズっていうのは抜けが悪くってフレアっぽいレンズになっちゃうんですね。なので小さな写真であればどちらかというと高周波出てなくても低周波が出てる方が綺麗な写真に見えます。というのがこういう原理なんですね。 ただ、この MTF っていうのは、あくまでもレンズでの性能の劣化度を示してますから、実際にカメラに取り込んだ後は画像処理されますので、このボケを多少持ち上げるようなシャープネスが絶対にかかります。だからこのままボケるっていうわけではないんですけども、元へとしてこういう風に劣化がされるんですよ、ということを覚えておいてください。これでカタログに書かれている MTF のグラフを見て、 5%押してたら、あ、これあれぐらいの写真になるんだねというのをなんとなく分かっていただけたんじゃないかなと思います。この辺のボケ具合というのをちょっと頭に留めておいてもらうと今後のレンズ選びの参考にもなるんじゃないかなと思います。ということで今日はこれぐらいにしたいと思います。では、バイバイ。